ます。準決勝の第2試合第1セットです。おーおー、それではいきましょう。波動ファイト。さあまずはデボレクラウン、一番奥ジュリ選手が5311、そして真ん中手前 SKSK 選手、コウキ選手が1135で、シールドプレイヤーが2名対する暁、一番奥側ゲン選手が5221、真ん中ヘシコ選手5221、手前山高選手1135といったステータスです。さあここでヘシコ選手、山高選手、ゲン選手がねポジションを入れ替わったわけなんですけれども、デボレクラウンシールドプレイヤーが2人でシールド10枚あるので、ジュリ選手がこの5311でしっかりと狙っていきたいところでございます。残り40秒、半分経過しております。さあまさかの2壁だったわけなんですけれども、そうですね、まずは割っていきたいですね。そうですね、割っていきたいですね。このペースだったら割り間に合うんじゃないかっていうところと、はい、暁側が壁まだ3枚残ってるので、そうですね、もう同数なんで。さあまずは SKSK 選手1135で取っていく。残り時間が20秒、デボレクラウンが1点リードのまま、このジュリ選手のライフ1枚もちょっと怖いですね。怖いですねこれは。残り10秒だ、逃げ切るか、デボレクラウン追いつくか。さあシールドはもうない、前に出てきた。さすが、おお、追加得点、試合終了、1対2、暁の勝利です。これで暁が勝てば決勝進出です。おー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 、波動ファイト。さあデボレクラウンのステータス、まずは一番奥側ジュリ選手5311、真ん中コウキ選手1135、手前 SKSK 選手4231、対する暁は一番奥側ヘシコ選手1135、真ん中ゲン選手5311、手前山高選手1135。2壁来ました。逆になりましたね。はい、そうですね、さっきとは逆の、ステータスの構成になっております。まずはシールドをまんべんなく使いながら割るというね、コウキ選手もねしっかり相手のシールドを消費しているのを見ながらバランス保ちながら打っていきますが、ここで取っていきます、ゲン選手。ここ焦らないで、焦らない方がいいですね。そうですね、まずはシールドを割ってからでも遅くはないです。チャージが少しでも有利ですから、はい、コウキ選手も結構しっかりと場を見て枚数調整しているので。残り時間が20秒切っております。暁が1点リードのまま、あと2枚ちょっとでかいですね、あと2枚あるのは。そうですね、ここしっかりと狙っていきたいところです。ただ5311でも油断は禁物です。さあここの1壁斜め、あー高い、取った、おー1点取れが試合終了。あーとね声が漏れたわけなんですけれども、